街のメインストリート、わずか数百メートル、さびれた映画館とバーガーコロッケ、ハイスクール出たやつらは次の朝バッグを抱えて出て行く。兄貴は消えちまった親父の代わりに、油にまみれて俺を育てた。奴は自分の夢俺に背負わせて、心をごまかしているのさ。
tribes 見上げてた17黒巨大なジェットプレーン放射の窓を震わせた69擦り切れたオープンジーンズまだ若かったわけよ教室で FDN Like American Boy Kids are looking for father母親にも愛し方さえわからず探してもfather TV blues 夢見るような Like a
沈んだ心抱え誰かが外へ連れ出してくれるのを待っていても、俺はピエロでも医者でもないんだぜ、ただギターを弾いてるだけさ、ただの背もわけも驚く風の中で降り注ぐ Moonlight、 靴を脱ぎ Dancing in the street、 寂しさは誰のせいじゃなく、ただお前がこのタフな時代の中で今息を止めてるからさ、いつも敵が必要なんだろう、エゴを守るために群れの中で、いつも誰かの慰めが欲しいんだろう、自分を確かめられなくて、クールなふりして気づいた壁Fuck.
部屋に残したまま旅に出ないから。
まで戯れてる焼けた肌の女の子たち。俺は修理車を工場へ運んで渋滞の中。テレビじゃこの国豊かだと悩んでる。だけど俺の暮らしは何も変わらない。
優しい人よだけの湿った花光と影過ちと繋いでもどんな時にも思うことはただ君に会いたくて戻ってきたよ Oh yeah 長い旅路の果てに
りにもろく自由はシステムに組み込まれ正義はバランスで測られ It's a new style、oh. hey! Thank you.
ない悔やむこともない助手席を片付けて君のために開けとくよ、気分も投げ
消して覚えて叫んだ。ああ俺はヴィンテージの最高級のワイン、舌の上で味わってくれ。暮らしがどんなものか知ってるぜ俺も手を焼いてな。今夜吹き飛ばすんだ両手挙げて。ああステージの上最高級のバンド、全身でビート感じてくれ。この夜に乾杯、待ち焦がれたパーティー、人生に乾杯、この世に乾杯。疲れたのに着いた家、窓の明かりも
まった約束されたはずの場所があると信じて生きたい、もう一度わずかひとさじの慰めにも心震わせて君の痛みと彼女の寂しさ寄り添うように時を重ねる約束されたはずの愛があると信じて生きなよ、もう一度部屋の冷たさにレコードかけテレビつけても聞こえる音は自分の胸を打ち続ける虚しい鼓動された
いよいよこのコンサートツアーでも最後の時間がやってまいりました。これをやる、でも必ずこれからもツアーをやる限り、ステージをやる限り、これはもう恒例のように続いていくことになってる。何かわかる？何かわかる？避けては通れない年代別チェックだよ、ね、今日は日曜日か。では聞くよ。正直に答えなきゃダメだよ。これからね、5年後6年後こうどういう風に変わっていくの、俺は本当に楽しみにしてんだから
ね、どうなっちゃうんだろうと、ね、前回とどのくらい違うのか。え、では10歳未満、あ、今日は日曜日だから結構来てるね。いらっしゃい、いらっしゃい。ねえ、あ、えい、えい。俺が初めてね、ビートルズに夢中になったのが10歳ぐらいだから、で、このくらいの頃からもう音楽聴いてたからね、決しておかしくないよね。無理やり連れてきてない？ね、親のエゴで。ね、ママ、なんでこんなにコンサートって長いの？とか、お腹ついたとか言ってない？大丈夫？胎教の頃からキャスてたの？生まれた時にサングラスしてなかった？だよね。でもまあこの子たちが本当の意味で、あと俺の音楽を理解してくれるまで15年かやってられるかな。 68?自分ら拍手してるけどいくつになると思ってんの？本当に来るのかよ、15年後に。まあでもね、今連れてきてるのも正解よ。やがていつかね、20歳ぐらいになった時、俺が初めて見たロックコンサートは浜田省吾だぜ。あの頃はまだ電気がバリバリあってよ、今あんなことできないもんな。OK、 それでは10代、声はするんだけど見えないんだけど。ああ、いらっしゃい。10代クラスで絶対俺のこと知らないでしょ、君以外。ね、昨日さ、パパと浜田省吾行ったの、誰？みたいな。へえ、そんな趣味があるんだって。サンキュー。でもね、本当にあの大切なもの、大事なものっていうのは自分だけで大切に育てればいいんだからね。別に人と分け合う必要は全然ない。ね、浜田省吾好き。もう一人だけ、クラスで一人、学校で一人だったりして。大切に。ダメだよそれじゃあ。明日学校行ってよかったって言えよ。今度連れてくるときクラスメート32人ぐらい連れてこいよ。それでは20代、なんか今日多いね。これで多いっていうのすごいでしょ。今日20代多い。それも可愛い人や可愛いかっこいい男の子多い。ああ、世代が変わってきてるんだね。なるほど、20代ね、もう大人だと思ってるでしょ自分が。まあ何も分かってない20代、まだ子供ね。でもよくあの言うんだけど、青春時代は良かった、10代20代は本当に素晴らしく楽しかった。あれは年寄りが言う言葉よ。本当に10代とか20代真っ只中にいる時は最悪。何が苦しいってね、10代20代が一番大変なんだよ。だから今ね、私ってこれからどうなるのかしら、落ち込むとかさ、やってられないとか思うのは当然、全然間違ってない。でもすぐに楽になるからね、やがて。大丈夫、全然心配しなくて。今はもう精一杯ね、苦しんで楽しんで、でも失敗も必ずするけど、必ず失敗します。でもその失敗を尾を引いて、後に引いて、人生無駄にしないように。もう失敗は特権ですから、今が一番苦しいと思って。そろそろ苦しいとこから抜けつつある、やっと成人式を迎えた30代。素晴らしいね、この元気さ。まさに君たちは青春時代なの、今が青春ね。私もう30になっちゃったとかさ、俺も30でそろそろしっかりしなきゃなとか、そんなの考える必要全然ない。今を楽しまなきゃ。今が一番楽しいんだから30代。でもそろそろ将来のこと少しは考えようね。では40代。30代と40代拮抗してるね。40代はもうまさに今があなたたち世の中の中心ですから、下の世代も上の世代も引っ張って、日本を良くしていくのは君たちですけれども、
福ちゃんも先週っていうか先々週っていうか前々回というかどっかで腰痛になりましたね。頑張りつつも腰痛が出てきたり風邪が治りにくくなるのが40代ね、福ちゃんね。そう、体をいたわりながら時代の最先端を走らなきゃいけないのが40代だよね。40代頑張ろう。では浜田聴子と同世代の50代俺たちまだ現役バリバリだよね。もう苦しいところを全部抜けて人生において何が大切で何がいらないかこういうものがはっきりしてきたから全然苦しくないよね聴子ね。いらないものどんどん捨ててるでしょ聴子。そんなことないよ僕は。そんなことないよ。どんどんいろんなもん抱え込んでるのあの50代に習おうよ。あの赤いシャツ輝くブロンドヘアね、あの赤いシャツ来年の還暦用だからさ。それでは子供の時代剣道部にいた体育会浜田翔吾、敬語になります。60代以上の方いらっしゃいますか。いらっしゃい。浜田も聴子もまだまだこれから頑張りますのでお互い体に気をつけてずっと音楽楽しみましょう。ずっと来てくださいね。それでは10歳未満も60代以上の方もみんな心を一つにしてこの歌を歌いたいと思います。聞いてよ聞いて
ークのような好きな日に抱きしめて、もう一度忘れるためにさよなら。バックミラーの中にあの頃の君を探したけど、光の狭間で揺れ
てたのさ。アポネット腰掛けて六甲アイランドの埠頭に車止めてさ、振り向くとドアんところに彼女が立ってたのさ。話したのさ、好きなバンドのこととか野球とかサッカーとか二人笑い転げてさ、夜明け前別れる時は胸がギュッときしんだよ。また会えるかと聞いたら
然喉は乾いてないかい。外はやばい、連中でいっぱい。ここにいるなら俺がそばにいる。わきまえているよ、期待したって何も起こんないよ。名前くらい教えてくれるだろう。俺のたった一つの望みは君の腰に手を伸ばし、そして肌にシャツが絡んでる。脱いても誰も気にしちゃいないさ。喜ばせてあげるつもりないよ。何か飲もうよ、シャンパンがいいな。かけられた罠に落ちたのは君じゃなくて俺みたい。マイケル、hey! All the love 夜明けまで
生きてくそを諦めてた。みんな踊ってるダンスフロー、壁にもたれて見ていた。不意に現れた彼女、眩しいその笑顔、初めて感じた切なさ、光に戸惑う孤独。明日偶然街角で君に出会えてもすれ違うだけ、それとも夜明けまで人生を響くダンスフロー、泳ぎうたうライト、海に飛び込み人魚みたい。自分で分かってるのか、ビッグサクセス手にしても You're just a dancing on big boy blues、 踊れるか今でも自由に、あの日の Dancing shoesI'm a demon, a genie
かを探したけど何だって見えず旅に出ます。書き置き机の上ハモニカポケットに少しの小銭ああで横浜まで帰るとは午前0時古ぼけた大きた窓にもたれ覚えたと風に吹かれて狭い部屋で仲間という描いた。いつかはこの国目を覚ますと。ああ、裏切りの意味さえも知らないで。片つぼめて待ち続けた路地裏で悲しい歌ばかり届かぬ想いに胸を痛めて ああ今日もまた呼ぶ声に応えてはします。大きな拍手を。ピアノ小島
よしのぶ。ベース肉付きチアル。ドラムス小田原豊か。オルガンシンセサイザー福田康彦。ギター長田進。サクソフォン古村俊彦。ギター調子幹事。とてもあったかい情熱的なアンコール、どうもありがとう。I'm not afraid to die.